シルバーイノの文鳥の子供、生後2週間の子ですね、差し絵をあげようかなと思います。これですね、これが、差し絵するための育て親セット。このヒナのための栄養剤、こいつが3割ですね。これが3割で、こいつが、泡玉ですね。泡玉が7割になります。ただですね、まあ、あのヒナなんで、あのそんなに量食べないんですね。なのであげる量は本当にスズメの涙です。じゃあちょっと準備をしていこうかなと思います。まずこれで、人肌のお湯になるぐらいまで、ちょっと待ちます。でこれ今お湯入れました。今ねこれたくさん入れたんですけど、これこんなに必要ないんで捨てます。でここの底のね、ちょっとそのなんだ、そこにちょこっとお湯が溜まってるぐらいでいいんですっていうのは、そんなに食べないからね、1羽しかいないんで、ちょこっとあげる分だけお湯を残しました。ここにこの泡玉入れます。これまあティースプーンとかで揚げたらいいと思いますけど、今は大体で入れます。こんなもんです。でこの状態でかき混ぜます。当然この水分がね上に残るんですけど、そこの方に身がいっぱい溜まってますので、下の方からこれを吸い上げます。あ、水分ばっかりだ。水分捨てよう。水分もう少し減らします。そう、これあの水分が多いとね、結局水分ばっかりで食べてるうちに入らなくなってくるんで、泡玉を増やします。水分だけじゃなくてね、身が入るんですよ。で、あ、ちなみにね、あのヒナのうちは当然ちょっと温度温めがいいので、今ね、この部屋28度あります。ちょっと温かめの温度を意識して28度、まあ28度ぐらいにするといいです。これですね、これぐらいのヒナのうちはですね、あの初めから鳥かごに入れないんです。初めはこういう下にちょっとふわふわっとした床材を入れて、虫かごでしばらくの間飼育するのが、まあ普通ですね、一般的です。手に乗せてから餌をあげるっていうことをすることによって、手乗り分譲に育ちますので、親だと思うんですね、手口に餌を入れてもらうことによって、この子が私のことを親だと思うようになるので、この優しく捕まえます。よしよし、この子ですね、とっても不思議な色をしていますね。目が不思議な色なんですね。なんて言ったらいいんでしょうね、まあ、アルビノ種の遺伝を受け継いでいるので、
目は赤いというか、今は何でしょうね、これピンク色の目してますね。はい、では餌を早速あげようと思います。くちばちの先にこの餌をですね、ちょんちょんってやってあげると、これを餌だって認識すると思うので。今口開けるようになりましたね。うん、よしよし。あの、昼間に見た時よりもう羽が開いてきてますね。昼間見た時もっと肌がスケスケだったんですけど羽が開いてきたことによって、この羽の色が見えるようになりましたね。羽が白っぽいことがだいぶ分かりやすくなりました。食べるかな。寝るんかよお前。仕掛けないの。寝る前にもうちょっと食べてよ。もうちょっと食べた方がいいよ。これがシルバーイノーです。わかりますでしょうかね、この不思議な目の色がピンクインですね。目がえ、見た目は羽の色はほぼほぼ白文鳥です。ただ根元にグレーが残ってるみたいですね。もう目閉じちゃった。眠いんですね。あ、もう目閉じちゃう、寝る準備してますね。ちょっと眠らせてみましょうか。また少し時間が経ったら開けてみようと思います。めちゃくちゃ可愛いですね、本当に。また食べるようになりましたね。むっちゃ飛ばしましたね。頭についちゃってますね。取れた。口開けてます。この状態で開けると食べます、すんなり。これこれこれ、よしよし、
だいぶ食べましたね今。昼寝ということで少し休憩させてあげようと思います。